ここでこんなもんで OK。 はい、 OK。 早速いただいてみましょう。このプルプル感、このプルプル感まだ残ってるね。おはようございます、コンタスキッチンコンタです。 Welcome back to コンタスキッチン。はい、というわけでね、今日はこれ、これなんだかわかります？これ、これ、親子丼作るやつですよ。こんなの家庭で持ってる人いないと思うんだけどね、これちょっと買っちゃったんだよね。で、これちょっと何度か使ってみたんだけどね、よく考えたらこれ家庭にはいらないということが分かってしまいました。なんでかっていうとね、この上で調理するわけじゃないんだよね。これあくまでこのスッとこう丼の上にね、プロがね次々と乗せていくのに便利だからね、プロがお店で使うためのものなんだよね。だけどね、やっぱりね、どうしてもね、自分もやってみたくなっちゃって、これをね、買っちゃったんですよ。ですので、今日はね、これを使って親子丼をね、作っていきたいと思います。ちょうどね、一人分がね、綺麗にできるっていうメリットと、こう、移せる。簡単にね、移しやすいっていうメリットがあります。親子丼を作るにあたってね、3つキーワード。1つは、絶対に失敗しない。2つ目、簡単であるということ。3つ目、美味しいということですよ。その3つをね、キーワードにして作っていきたいと思います。それじゃあ早速やってみよう。レッツゲッツスタート。というわけでね、ちょっとまあ鶏肉からやっていきましょう。ちょっと軽く掃除していく。今日はね、1人前を作るんで 100g ぐらいちゃんと測ってやろう。で、サイズ、切るサイズはね、これ鶏肉の食感を楽しむというより、鶏肉はね、あくまでこう肉肉しいものを楽しむものじゃないんで、どっちかって言ったらね、飲み物に近い感じなんで、親指サイズぐらいでね、あんまり大きく切らない方がいいですね。親指サイズぐらいで切っていきます。そこそこ食感が残れば OK。 はい、こんな感じでね、ちょっと分けました。あとはね、三つ葉と玉ねぎね、これを切っていく。まあこれは好きなサイズ、大きめがいい人は大きめで、まあ俺は普通にこんなもんかな。1人分だからね、とにかくね。三つ葉も、はい。じゃあ親子丼のね、つゆを作っていきます。これはね、すき焼きのタレとか、あとは麺つゆでも全然大丈夫。なんでかっていうと、すき焼きのタレはね、醤油、酒、みりん、砂糖、麺つゆは醤油、みりん、あとだしか、それにね、砂糖を足したりだしを足したりすればね、だいたい似通ったものになるんで、ちょっとまあ自分で合わせて作っていきます。あくまで1人分の分量ですね。酒大さじ1、みりんこれも大さじ1、醤油これは大さじ1ちょっといかないぐらいで、お砂糖は小さじ2ぐらいかな。今日は簡単に作るんでね、このだし小さじ半分ぐらい。そうすると 50cc よりもちょっと少ないぐらい、 50cc ぐらいかな。これに100のところまでお水を足す。まあいろんなね、割り方があるんですけど、まあここまではね、誰でもできますし、失敗もしない。今日はね、一番シンプルに簡単にね、失敗しない方法なんで、特にね、あまり強いこだわりを持ってね、作りません。長ネギをね、使ったりするとまたね、味が変わったりとか、牛脂を使って焼くとかね。今日は一番シンプルな親子丼を簡単に作るやり方ですからね。卵もここでやっときましょうか。中くらいのサイズを2つ。これはもうね、ほとんどもうちょっと、はい、OK。もうこれでいい。はい、ここまで準備ができました。ここまではね、誰も失敗しません。問題となってくるのは、鶏に火が通ってなかったりとかね、やりすぎちゃったとか、親子丼鍋を使わなければね、これを使わなければもっと簡単なんですよ。フライパンで全部できちゃうんでね。はい、まずね、こっちのフライパン。これではね、調理をしないんでね。あくまで最後に乗せる時の最後にまとめるための鍋。まあ、せっかくなんで、これでちょっと血を取りましょうか。もう十分油が出た。一旦これは出しておきましょう。はい、そしたらね、弱火にしてさっきの 100g、 これで焼きます。これでもうね、8割方火を通しておく。ここでこれがね、失敗しない方法。最初からね、このつゆを入れてその中に突っ込むやり方だとね、火が通らなかったり、逆に火を通そうとしてスープが蒸発しちゃってね、なくなっちゃったりするんでね。はい、もうね、ほぼ火が通ったんで、これで OK。これをね、鍋に移します。いい香りがしてきた。はい、こんなもんでいいでしょう。はい、こんな感じ。
そしたらね、卵をね使う料理なんで、非常にねこっからは繊細な時間との戦いになってきますね。それでご飯とかもね、この時点でもう作っといてくださいね。よーし、じゃあやっていこう。このスープを入れちゃう。あんまりちょっとね、これで一応調節しながら、こんなもんでいいか。ちょっとねこれ作りすぎたな。こんなもんでいい。火をつけます。沸騰してる状態を作ってください。そしたら卵のね3分の2ぐらいをここで入れます。沸騰してる状態、この状態のねぷくぷくしてる状態で入れます。お、こんなもんだ。やばいやばいやばい、全体にこうねいくように。あとね3分の1ぐらい残しておきました。はい、これでね1分、1分でいいよ。かなりねお店でもそうなんだけど、かなりドロドロの状態で入れる。え、まだ固まってないじゃんっていうようなね状態で入れるんで。はい、1分経ちました。そしたら最後のこれをかけて火を止めます。ここで三つ葉も入れちゃう。ここで火を止めて、あ、ダメだ、もうちょっと火をつけよう。今回ね蓋がないんでね、ここでこんなもんで OK。 はい、 OK。 さあ、このねつゆだく感でいいんですよ。丼が小さい、丼変更。はい、丼変更しました。さあ、これに乗せてくよ。ここが問題だ。OK、 はい、 OK、 いいにしよう。はい、できました。どん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 ね余熱で火が入っちゃいます、卵に。よし、ちょっと七味かけちゃうか。はい、というわけで親子丼の完成です。どん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 ね卵にね火が通ってっちゃいます、あんなにつゆだくで入れたのに。はい、じゃあいただきます。早速いただいてみましょう。どれどれ、このプルプル感、このプルプル感まだ残ってるね。じゃあいただいてみます。スプーンでいこうか。こんな感じ、中は結構つゆだくだった。うん、うん、優しい味。うん、はい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 、もうこれだ、これ。うん、本当にこれぞ親子丼っていう、美味しい。うん、これね結構つゆだくだからやっぱり、うん、まあ俺の場合ね七味唐辛子をかけちゃうけど、うん、本当に美味しい。これが出汁も効いてて、鶏の臭みもなくて本当に美味しい親子丼。